もしかして乾さんもコスプレしたいんじゃないですか。羨ましくて。ならでもダメなんです。私絶対似合わないから怖くて。俺手伝うので。五条さんお願いします。お手伝いしてください。はい、もちろんです。私もフラワープリンセス列のキャラで。そうだったんですね。私相馬お兄ちゃんになりたいんです。相馬お兄ちゃん。やっぱり難しいですよね。いえ、俺が何とかしてみせます。これを使えば衣装代はかかりません。相馬お兄ちゃんたちの制服がうちの学校の制服と似てるって。本当にそっか。どうでしょう。すみません乾さん前サイズ良さそうでしたね。裾上げだけで済みそうです。では問題はどうやって男性らしい体に見せるかですね。はい、お腹は目立たなくなりましたけど胸がまだですね。あとはシャツだと丸みがよく分かって女性らしい印象を与えてしまうので肩も補正が必要ですね。お、Bホルダー。え、こんなに変わるんですね。私のサイズもある。でもこういうすごいものって高いのでは。そうでもない。あとはウィッグですね。目線はまっすぐで姿勢を正してください。すみません、わざとじゃないんです。大丈夫です。すごい、初めてなのにためらったりしないんだ。これは真珠。すごい、真珠だってマジのガチでしょ。やばやばのやば。本当に素敵、素敵よ真珠。似合ってるわ。ねえ真珠ちゃん、体ってか胸とかどこ。別顔ちゃん、写真撮っていい。一緒に撮ろう。お願い。はい。ねえねえ、もう一枚。今度は。そうよ、1時間1万5000円。真珠カメラを。駅前のカメラが。大丈夫だ。